冒頭のあれなんかカブトムシクワガタいや、交尾してるの、あカブトムシ、カブトムシ、あれはなんか交尾を誘う薬とかなんかあるんですか？あれはいや、ないんですよね。あれはあの時期はあの時、あの昆虫って夏になると必ずしょっちゅう交尾してるもんなんですか？あれは実は意外としてるもんなんですよ。じゃあ待ってれば、うん、そのシーズンで待ってれば一応取れるんですね、うん、あれはね。取れるんですけど、まあ取れないですね。まあ取れないって何なんですか？狙っては取れないですきっと。ああ。かといって最初はその虫の専門のインストラクターの方がいるんですけど、でその方が言うにはもうメスがいれば乗っければ虫オスはやりますよと、はい、聞いてて割と気楽にやり始めたんですね。考えたんですけど、やっぱりしないですね。なぜかしないんです。しないですね。でやっぱりその人がいるからっていうのもあるだろうし、でやっぱりその気になる瞬間って虫の中のところきっとあるんでしょうね。ああ。でも乗せてやっぱりその気になるまでずっとやっぱりカメラを延々と回し続けてでまだこちらが狙ってるカメラアングルに入ってほしいとか その角度でやってほしくないみたいな、ああ撮り直しがあるわけですね。もう何回もあるんですよね。この角度でちょっと面白くないって、うん、そうするとまた待つんですか？そうですね、ひたすら待つ仕事でしたね。あれってなんか手ぶつかなんかで動かないようにしたりとかしたんですかね？全くしてないじっとしてるんですか？じっとしてます。飛んで逃げたりしなかったんですか途中で？いやしますよもうすぐ飛んじゃいます、あ逃げちゃいましたねってまた次のポーンとなんか置いてまた始めるんですかね、まあ、そういうだけ予備があればいいんですけど大体捕めに行ってまたその間また待ってるみたいな。あの辺りってやっぱり実際にロケ地のところでもう昆虫って探そうというのがいるところだったんですか？いや、やっぱりさすがにカブトムシないですね、カブトムシだけ実は特別な取り方してて、で結局僕ら撮影インするのは9月8日なんですけど、カブトムシって大体8月末でほぼ絶滅するって感じです。あそれでも本当死んじゃうんですか？だったらその部分だけをちょっとプレ撮影してるんですよ。で一応撮影自体はその新潟県の長岡の都庁っていうところで撮影してるんですけど、交尾してる部分だけは中野で撮ってるんですよ中野の公園で。で翔さんがプッと見上げてあそこはもう都庁っていうかそのカットバックっていうかだからもうあそこはその中野区の公園、普通の子供がいる公園でやってて、リッチよし、いいですね。なんか本当にどうでもいいところで苦労してるって映画の美談ですね今のね、まあ、美談のなんか街並みをね別々のところで撮って、あったかも主人公が同じ場所で撮ってるってありますけど、あそこだけ違うんですね、うん、そうですね。翔さん向けは全部都庁でこっち向けは全部中野っていうそういう感じでしたけど、一番そこが苦労したんですか虫の中では？でも虫のやっぱり苦労度合いはもうみんな同じぐらいでしたね。で、まあ、動き回ってる虫なんて全然まあ取れば取れるんでしょうけど、その止まって演技してる虫を取らなきゃいけないんですよ。あ止まってないのが虫ですもんね。そうなんですよ、虫って絶対止まらないんですよでましては止まってしかもそのこっちはリップシンクさせようとしてるんで、そこまでずっと取った、そういうので何も回さなきゃいけないんですね。そうなんですよ、一番いいタイミング、一番いいタイミングとかこのえって首を振り返るとか虫が、そんなこと虫がするわけないんだけども、しそうになる時までずっと待ってるって感じですね。音とかもう待つしかないんですよ、何かで誘発することはできないんですね。うん、まあいろいろ試してみたんですけど、やっぱりそのやっぱり人間の思惑だから絶対虫って動かないですね。まあなんか宇宙から来た生き物だって話もありますからね、昆虫って。あそうなんですか。でもそうかもしれないですね。急に昆虫から話がかかって、多分女優さんに失礼なんですけど、小山田さんは一緒にやられてどうでした？いや、よかったですね。僕もまあ、もともとというか、小山田さんとどっかで出会えたらいいなというのがあって。どのあたりでそう思われたんですか、作品で？いや、僕は小山田さんのもうデビュー作から見てます。あ、そうなんですか。ずっと、ある意味狙っていたような感じですか？ちょっと一緒に。まあ、いやらしい言い方してもそうですけどね。で、ずっと、あ、この人、現場で会いたいなっていうのはやっぱありましたね。あのコスチュームは全部監督の趣味なんですか？まあ趣味っちゃ趣味ですね。なんか小山田さんにこの前インタビューする機会が あったんですけど、まあいろいろなんか着せ替えさせられたっていう感じのことを言ってましたけど、なんか撮るアングルが全部私からするとなんかすごくツボにはまっていて、なんか相当構図とかなんか結構ね、なんか考えたとってるなと思ったんですけど、自分の妄想っていうのはやっぱもうあそこでどれだけ出すかって勝負されてたんですか、あれは。それは否定はしないですけど、まあ勝負したんですね。でもね、でも
うん、まあできるだけやっぱそのいやでもエロくは撮りたくなかったんですよ。すごくエロかったですけどね。私だけですか。いやいや、あのいわゆる今流行りの言葉でいけば、その萌え系な感じになるとか言います。あ、そうです、まあ、まあまあそうですね、はい、今で言うとだからそのギリギリそのなんかムズムズする感じ、はい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 、そういう感じになればいいなっていうのが、なんかスカートと、うん、あのロングソックスの比率にすごくこだわったって聞いたんですけど、うん、なんかどういう比率だと一番いいんですか。なんかちょっとだけ見えるでやっぱ見えそうで見えない感じがいいなと思って、ね、もうそれも衣装さんとちょっとこの長さダメだって結構もうなんかいろいろやったんですか。打ち合わせまあその打ち合わせの時は言いましたね。だからその、うん、もうちょっとキワキワのとこ狙ってるんですみたいなことはありましたけど、ちょっとこれ回ってきて回ってみてくれみたいなことなんかいろいろ、うん、でただ小山田さんは割とあの覚悟して来てもらえたというか、だからもう要するにいやもうパンティーぐらい見えてもいいですよぐらいなことで来られたみたいなんですけど、もうあの作品で面白いと思われたら何もしますみたいな感じで来られたんですけど、どういう覚悟を覚悟していませんけどでもそれぐらいの意気込みで来ていただいたんですけど、でも実際本当に撮影しながら見えちゃうことってあったんですけど、はい、でもねやっぱりそれはちょっと違うんですよ。ああ分かります、分かります、分かりますね。あれはちょっとそれじゃないですね、でも本当ギリギリ見えちゃったやつはちょっとなしです。それは逆に言うともうこれはもう自分も、お客さんも喜ばないだろうってことで、うん、そうですね。であともう一つあったのは小山田さんやっぱり好きな女優さんだったので、もっと小山田さんはいろんなことできる人じゃないかなっていうこともあって、はい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 、で映画見た人が特に小山田さんのことを知ってらっしゃる方がもし映画見た時これが一体誰なんだろうと思ってもらえたらいいなと思ったんですよ。そうですよね、全然今までと違いますよね、で最終的にクレジット見てあ小山田さゆりだったんだと、はい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 、思ってもらえたらなんかいいなっていう気がしますね。演技つける時はもうあのどういう感じですか。もうお任せでもうとにかくこういうキャラクターなんでもうやってみてって感じで演技つけたんですか、小山田さん。うん、ただでもそうですね、まあ、やっぱり小山田さんにもで多分なかったようなことをキャラクターだったんでちょっと君を変えてみたいみたいなこと、まあ、そんなかっこいい方はしないですけどやっぱり戸惑われた時にこれはちょっと、あ俺自身もちょっとやってみなきゃなっていうのがあって、特にあの取調室のシーンとかは、はい、まあ、ちょっとこういう感じで机に飛び乗ってくださいって自分がまず一回やってみしましたね。取調のシーンの机に座るところは良かったですねでやってみてあーってもうその通りにやってもらったっていうか、一通りなら全部僕は一応やってますね。自分がやるっていうかそうですね。でも見事になんかいい感じでやってもらって、ちょっと私もその辺結構目を奪われましたね、あの二人は。あの翔さんとは作品でいうとゴズですか。まずお知り合い、まずゴズが最初ですね。